ました。元気でございますよ。やってきましたけどね。全然おにぎりいねえの。どういうこと？おにぎり累計5個ぐらいしか残ってなかったんだけど、まだセブンイレブンは補充が来てないのか、まずいな。え、今の時間にやってるの絶対ダメじゃん。ってことで、どうしようかなと思ったんですけど、一応、エビピラフ売ってたんで、とりあえずこれを食っときましょうってことで、こんなん売ってるんですね。エビフラ、バター香るエビピラフ。これはマヨのマの字入ってない？あー、マの字も入ってないな。さすがにこれはエビマヨをカウントは無理だし、なんなら普通のおにぎりよりガッツリあるんやけど、ちょっと待ってくれよ。完全に企画崩壊してんじゃん。で、ここが来てないってことは多分デリバリー的に他のセブンイレブンも来てないね、これ。まずったな。あれ?5 時過ぎです。ないのか。せっかくならこれ食ってこうと思いますけど、一旦諦めてあれしようかな。ちなみにメモ帳買っておきました、いつものね、私ご愛用のこれはもういくらあってもね足りませんのもんでね、あのめちゃくちゃ使うんでね、このね方眼のやつがいいんですよ。方眼で、あのリング閉じじゃなくて糸閉じで方眼タイプで、しかもねこれがね、間でねミシン目が入ってるんで、ピリッと切ってね、渡してっていうこともできるんですよね。この方眼がいいんですよね。なかなかないですよ。この条件が全部揃ってるの。あの、リングタイプがね、嫌い、まあ苦手ですし、あの、もともと、その、リングタイプのやつ、5ハットの業界にいたんで、うん。で、いうので探し出したのがこれでしたね。なんでもずっとこれです。で、あとは、これね、メディキュアネットがありますよ。その糸閉じ、そのリング閉じじゃないやつで、切れてっていうのでやると、国用さんがね、別であのキャンパスのやつで出してるのもあるんで、それも使うことはあるんですけど、あっちの方が安いですから、98円ぐらい売ってる。これ150円するんで、もともと130円だったかな、だったのが今150円までね、値段が上がってるんで、ちょっと値段がするよなって思うかもしれませんけどね、これは一番便利なんですよ。そのキャンパスのやつは、横罫線のみなんで、私横向けて左、利きだからなのかわかりませんけど、横向けて使うんですよ、メモ帳。なんで、そうすると縦線になっちゃうんでね。揃わなくて、ただでさえ汚い字が、さらにぐちゃぐちゃになっちゃうんで、そうすると、この、やっぱ、方眼やとね、横向きで使うっていうのに、もう、ジャストでハイフィットするんでね。っていうので、地帯をこうしてるやつを買ってきましたよ、という感じですね。で、エビプラフいただきましょう。いや、美味しそうなんよ。美味しそうなんだけどね、言うて今、おにぎり3個、おにぎり、何個食った ?3 個食ってるよね。鮭おにぎりも食べてるし。うん。で、あと、なんだ、巻きおにぎり食ったよね、どっかで。あれだ、そうだね。だから4個食ってますもんね。うん。に、エビピラフですから、まあまあ、こんな感じ。美味しそうですよ。美味しそうですけどね。まあ、そりゃ膨れるよということでございますね。たまには右手で食うか。なんか、あ、そっか。ここがこうやってなってるから、これでも出すのにね。別にどっちも食えるんですけどね。あ、でもね、最近、この前ちょっと機会があって、久しぶりに右手で箸持ったら、なんか下手になってました。使ってないと忘れますね。うん。うまい。でも、ご飯もそんなぎっちり詰まってないんで、あの、パラパラなんで。うん。とはいえ、まあまあ、ボリュームはありますよ。これはちゃんと底上げになってないですからね。真ん中までしっかりとご飯ありますからね。後日やるか。
ないよね。この感じだともう他のところもないだろうから。もう、もうプイプイ。まあ、そういうこと、エビマヨおにぎり見つけられるまで帰れませんとかにした方がいい気がしてきましたもんね。ごちそうさまでした。いや、もう無理よ。もう無理よ。普通に腹パンパンでもう眠いですからね。後日やるか。というか、とりあえず、今回の検証結果は、セブンイレブンでおにぎり買うなら、夕方は避けよう。結局ちゃんとしたエビマヨおにぎり食べたら1個だけ？マジ？それはさすがにしょぼいよな、しゃばいよな。一応まあ今明けぼのまで来たんで、近くにはいろいろとセブンイレブンあるはずなんで、チラチラと回るだけ回ってみましょうか。で、こっからは、なんか適当にまたメモ帳とかあったら書くぐらいで。あとちなみにこのも買ってきました。メディキュアね、買ってきました。そうですね。出ないと、もう胃袋破綻します。とりあえずセブンイレブン回るだけ回ってみましょう。いや、普通に腹膨れて眠い。やばいよ、これ、企画。言うて、だって炭水化物ばっか食ってますしね。あと、そうだ、銀行寄らないといけねえんだった。わぁ、銀行寄ろう。